はい、皆さんこんにちは。日本と違って韓国は3月から新学期です。この新学期に合わせて中国から7万人の留学生が入国する予定です。日本は4月から新学期ですね。今韓国が経験していることを1ヶ月後には日本も経験するかもしれないので、皆さんも韓国の現状をよく見てくださいね。現在韓国は約3万人の中国の留学生がすでに入国しました。韓国政府はですね、中国人留学生と一般の市民が接触しないように空港から大学まで税金を使ってリムジンタクシーで移動させたそうです。韓国の大統領ってとても簡単ですよね。何でもお金で解決させたらいいじゃん。しかし空港から大学まで移動することよりにも、この7万人の中学の留学生たちには生活する場所も必要ですよね。それに対してはですね、各大学ごとにいろんな方法がありますけれども、何一つ私には納得ができないんです。ある大学ではですね、中国の留学生たちをレンタカーで生活させるんだって。アメリカの映画見たら、たまーに出ますよね。いや、韓国狭いのにこういうのあったっけ？ところであれいくら？あえて考えなくても高いですよね。またある大学では、もともと寮に住んでいる韓国人の学生を追い出して、そこに中学の留学生を隔離させるんだって。はぁ、やれやれ。当然これに対して韓国の学生たちはかなり反発をしたんです。それで学校側では韓国の学生に新しく生活できるところを用意してくれました。しかしですね、ここで問題があります。1学期半年間学校側で用意したところで済んだら12万円ぐらいが追加されるんだって。これあり得るんですか？一体この国の大統領は誰のために働いているのかわからないんですね。それで今、その学校の学生たちは、勉強する時間も足りないのにバイトを増やしていると。ご苦労様。また一部の学生たちはですね、入学自体をやめたんです。これが今、韓国の現状です。また、韓国にはヨンセ大学というところがあるんですけれども、そこは日本で言うと、慶應大学、早稲田大学、とっても名門な大学ですけれども、そこではですね、自分たちの学生たちに、1週間あげるから、ここから出ていけって。これが韓国の名門大学なのかよ。ストレス、本当に。これが韓国の2番目、3番目のエリート大学ですね。当然学生たちはこれに対して強く抗議をしたんです。そうすると大学側では、じゃあ元通りにその寮で泊まってもいいよ。その代わり中国人の留学生と一緒に生活しなきゃいけないのって。は？これ一体何？それってまるでお金か命、2つの中で1つ選んでください。これと何が違いますか？寮から出ていたら体は安全だし、お金がなくてそこに泊まったら安全じゃないし、今韓国の政府は何の対策もないんです。対策がなかったら中国人を入国禁止させる勇気でもあってほしいです。中国人の留学生を寮で2週間隔離させると言ったんですけれども、それが果たして可能でしょうか？7万人ですよ。7万人をどうやって管理するんですか？ちなみに管理する方法は、ただ電話をかけることだけです。はい、もしもし、あなた今どこ？今ちゃんと寮にいるんだよね？私も四国の高知県で留学してみてわかるんですけれども、留学生たちの心理はですね、やっと親から離れて、自分が好きな新しい国での生活でワクワクするんです。私も最初高知県で留学するときはですね、先生にいくつか注意されたことがあったんです。この寮の門限は12時だから、必ず12時までは帰ってきてください。けれども、せっかくの日本での留学だったんですし、日本人の友達も当然作りたいんですよね。そうするためには一緒にお酒も飲まないといけないし、お酒を飲んで日本人の友達の家で寝ることも結構あったんです。皆さんも当然20代の時があったんですよね。なかったんですか？20代って絶対に親と先生が言うことを聞かない年です。正直言うとこの中国人の留学生何が悪いんですか？この子たちはただ韓国が好きで韓国語を習って、やっと韓国での留学が始まったんです。コロナにかかった中国人悪いですか？じゃあ、コロナにかかった日本人と韓国人も悪いんですか？悪くないんです。ただ、運がなかっただけです。一番悪いのは、中国が怖くて入国禁止させなかった政治家が一番悪いです。皆さんが思っているその政治家。はは、そうですね。その人、もしその人が正しい判断、その人はもちろん正しい判断できないけれども、もし、その人が本当に正しい判断ができたんだったら、私の国が好きで来てくれた外国の留学生たちを隔離までしなくてもよかったんじゃないんですか？中国を入国禁止させたらもっと経済的なダメージがあると判断して、今のようになってしまったんですけれども、今は経済的な被害がないんでしょうか？ストレス。毎日ストレス。来週からです。韓国は来週からですけれども、皆さんは来月からどうなるかわからないんです。韓国は日本より1ヶ月先に経験するから、それを見て日本は賢明な判断した方がいいと思います。はい。今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。あっぴょん。저기요 마스크 어디 가야 있어요? 없어요. 없어요? 네. 어디 가? 마스크는 있나요? 마스크 팔렸어요? 혹시 마스크 있나요? 하나 언제쯤 들어와요? 아, 그 정도예요?